昭和初期の甲冑師。大鎧を復元模造する小野田光彦。甲冑師とは甲冑を制作する職人をいう、具足師ともいい、七十一番職人歌合わせでは、鎧細工とも記されている。このほか、鎧師、鎧作り、具足細工といった故障も用いられている。七十一番職人歌合わせの絵には、 社交袖を吊るし、糸口で閉じる様子が描かれている。西洋甲冑を製作する甲冑師は、日本では西洋甲冑師と呼称される。日本における鉄製の甲冑製作は古墳時代から始まり、4世紀から6世紀にかけて、甲では炭鉱、蛍鉱、兜では小金川閉じ兜、昇格付け兜、まびさし付け兜などが出現した。 缶の系統を引く小金革カじトや日本で4世紀に発達を見た方形版川とじ炭鉱などは4世紀末になると帯金仕様の定型化した甲冑の生産により急速に消滅したさらに5世紀になると鉄板を素材としながらも体に合った微妙な曲線を少ない鉄板で巧みに製作できるようになっていくこれを可能としたのが病流技術だが形や 製品の仕上がり、具合から、朝鮮半島に以前からある、片剥ぎ板病流炭鉱の技術ではなく、バグや、帯金具製作の一連の技術体系が持っていた、病流技術から来ていると考えられている。朝鮮半島南部の炭鉱は、前述のように縦長の鉄板を、桶のように横方向に連ねて作るものであって、日本が4世紀代に、方形版川閉じ炭鉱の改良を徐々に、 進めていたのとは大きな隔たりがある。兜にしても、半島南部では、北方系の頭頂部の高い肩萩板川とじ式のものが主流なのに対し、前述のように日本は、関係刀を強く引く小根川とじ兜である。4世紀の時点で日本と朝鮮では、主流となる甲冑の形式は、すでに異なっている。こうした荷中が、古墳時代前中期の古墳から副葬品として、 出土するのも文化的質より部位を重んじていた結果とされる。日本において半島や大陸で成功した甲冑形式がそのまま持ち込まれなかったことは出土した甲冑の分類研究によっても判明している。例えば半島南部で出土数が多いモ虎コ8型のカブトは日本ではほとんど出土していない。朝鮮半島から武具の輸入がある程度行われていたにもかかわらず、 そのままの形では、兜の主流を占めるには至らなかったのである。6世紀になると炭鉱は姿を消し、傾向が主流となる。傾向は、重ねの少ない炭鉱に比べて、格段に高い強度を持つ部具である。時代は古が、演技式巻き49票武量の記述には、傾向1両は、小金800枚で構成され、制作に必要な仕事量は、 小ザネ政策に178日、組み上げに14日の計192日となっている。政策日数の大半を小ザネ政策に用していることがわかるのと同時に、同一規格の小ザネを多量に用いること、イ議法の採用により、単行に比べて機動性を獲得したことが特徴となっている。また、もろもろの研究から、傾向政策の後陣と従来の甲冑政策の後陣は、 協業、もしくは分業に近い関係にあったという指摘もある。古墳時代後期の時点で、甲冑類の保有に対する規制があったと考えられており、古代では生産から分配に関して、中央政権派の管理で行われた。俗に本期の記述には、天平法事年間に綿ス魔工をはじめとする、甲冑生産に関する記述があり、甲冑政策の変化の流れが見られる。 食器の記述で、律令下では、鉄鋼は3年に一度修理したとあるように、工作は作った後も、管理のため、用いられた。したがって、鉄鋼の技術が衰退することはなかった。延暦9年3月4日上の直において、江戸政党のため、東日本の諸国に命じて川港に線量を作らせたとあるが、同年4月5日上には、 ダザイフに命じて、鉄カブト2900を作らせたとあり、映像線を強いられた東とは対照的であり、延暦10年6月10日上においても、鉄鋼3000両を諸国に命じて、新しい仕様で修理させたとあり、八世紀末においても、鉄製鋼の向上が進められていたことがわかる。また、八世紀末の映像が、面カブトを製作しているという記述も、類寿三大核にはある。 朝廷の直命で、金属製から、革製工の生産が定められた影響からか、秋田城からは非鉄製小ザネが出土しており、土器や工房跡から旧世紀前半のものとみられる。エゾトの最前線の地から、防具の変遷が求められていたことがわかる。鉄資源の確保、加工より革の方が容易であったことや、軽さなどが理由と考えられる。中世大鎧の元層が革製なのも、 これらの影響と成立過程の延長線上にあるものと見られる。大鎧に代表される日本独自の甲冑形式が成立した時代であるのと同時に武家政権が成立し武士の時代を迎えた時期である。戦の形式の変化に伴い中世甲冑の様式も時代ごとに変化していった。兜のクワガタやリューズ、まびさしや吹き返しの装飾など工芸品として 耐えうる技巧が甲冑師によりこなされた。脅しの染め文様一つにしても、鮮やかで、多様である。脅しは文様によって、名があり、一例として、平家物語では、源義経が、紫裾子脅しの鎧を着用したことが、記述されている。札の堅固なものは、札よき鎧と言われ、札幅の広いものは、太い脅し糸口を用いるので、大荒めとも呼ばれた。 横浜市鈴木区南山田町所在の西の谷一石からは10世紀から12世紀にかけての単野工房跡が見つかっており破片を含めた12枚の小金が出土したこの発見によりそれまで京都周辺で制作されていたと考えられていた大鎧の小金が東国でも制作されていたことが明らかとなった工房跡の増築具合から11世紀前半以降に 小金の製作が始まったとみられ、化学分析の結果から、鉄の原料は、砂鉄ではなく、鉄鉱石であったことが分かり、成功原料として持ち込まれたものが使用されたと考えられている。これらの研究結果からも、中世国初期の段階から東国にも甲州師が活動していたことを伺わせる。大鎧の小金は2000枚前後も必要とされた。このことからもわかるが、 古代傾向の2倍以上の主元が用いられ、その重量も1両あ当たり、20から30。重ねを増やすために、幻想の下に腹当てを着用する武士もおり、鎧によっては、逆腕の上の上げ巻きに別の脅しを結ぶ二重構造のものもあり、大鎧は角度によっては、多層構造である。大鎧の形成には、当時の武士の戦法とも関係してくる。あずまには、 弓矢で大袖を貫通している記述があり、その防御思想は矢が木刺しすることを前提に、鎧本体へのダメージを軽減する意味があった。大鎧の小金は時代ごとに大きさが異なり分類される。平安時代後期のものの多くは、札幅が3センチから5センチであり、鎌倉時代、茨城県石岡市所在の鹿の越遺跡の調査から、外力の大きさに切断された鉄板を、 単野工房で製作し、甲冑の下手場に搬入され、ここで先行と磨きの工程が行われたと判断されている。その後、土地や漆塗りなどの工程も、この場所で行われたと考えられている。平安時代初期の漢画では、民間に対する武具生産の規制から、漢画の工房内での協業により、武具を生産していたが、平安後期の武士団の武器生産では、その規制もないため、 農具をも生産する単野工房でも小金製作を行う場合があった。小金は素材として仕立てる側に流通し、異業種間での協業によって武具が生産されるように変化したと、津の人氏は指摘している。室町時代となると、札幅は1.5センチ程度にまで小さくなる。戦国時代へ移ると、戦国、大名たちは、家内工業を基本にして成り立っていた鎌倉。 室町時代の武家や大名とは異なり、職人集団を特殊技能者として、武家同様に扱い、土地を与え、重く用いた。宣令として、北条総運であり、弓や刀、甲冑職人を徴用し、掌握している。戦国期では、依然、諸々の職人の技術水準は、家を中心とする、近畿圏の方が上であったが、そうした職人を束ねる権力者の出現は、 東国の方が早かった。こうした戦国期の社会体制から甲中ちも一定の社会的地位を得るに至り、こうして活躍の場が拡大していった。大鎧は豪華であり、生産にも時間を要したが、それは騎兵前世の時代ゆえであり、それゆえに戦国時代では主流外となった。戦国時代に主流となった統制不足は、 全体でも8キロ以上から9キロ以上の下てのものが多く10キロ以下であり、軽量化による実用化と生産性の面で需要を獲得している。また、ひなわ銃の出現により鎧は革製から鉄製が主流となる。著名な甲冑師氏の一族として、明鎮家が知られている。厳密には、室町時代末期、17代明鎮神家が、 日本最高の甲冑師として評されたことで、一族は有名となった。戦国時代の到来によって、刀鍛冶と同様、甲冑師も需要に合わせ、様々な形態の鎧兜を製作した。大名が用いた代わり兜がその例である。また、西洋との海外貿易の結果、南蛮道といった、結果的には、ヨーロッパの甲冑師と日本の甲冑師の合作とも言える具足も登場する。 大きな戦乱が収束した江戸時代に至ると、慶長年間をピークに、甲冑の需要は激減し、お家の遺変用の甲冑、それも復古町の様式であるお鎧も製作されるようになった。武家元生録によれば、寛永11年5月、三大将軍、徳川家光は、非全国長崎に対し、次のような金星を出している。1、日本の武具。 異国公持ち渡し事を禁じるとしている。基本的には海外への輸出も許されない社会状況となった。甲冑師も絵師の題材となっており、職人、仕事への一つとして、その様子が描かれている。甲冑を仕立てるとき、鎧は吊るしながら閉じていき、一方、兜は兜立てに置かれて閉じられていることがわかる。この絵画では、鎧と兜を仕立てる職人が分業。 協業している。また、一貫して座りながら、作業をしているのも、絵の特徴であり、数とは腰刀を所持している。江戸時代初期室の、職人陣絵屏部では、当宛に漆を塗るもの漆を解くもの銅の背の上げ巻きを結ぶもの胃の修理をするもの鉄の部品に塗った、漆下地を研ぐものと五人の甲冑師が描かれ、それぞれ分業、協業している様がわかる。 この病部絵では、漆を解く若者を除いて、皆、絵星を被っていることからも、近世において、甲冑師の地位が、職人歌合わせの時代より向上していることがわかる。江戸期では、甲冑師は登校にならい、受領名を称する者も増えた。江戸中期頃から、下級武士の内職として、甲冑作りが盛んになる。そのため、近世において、 武士の趣味として甲冑作りが広がったことは必然的とも言える。また、甲冑師の中には下職にやらせる者も,もいたため、見と目は立派な仕立てでも、伝統的な甲冑師が行ったものではない品も、出回り、幕末ともなると、厚生録に下駄山で甲冑制作の手伝いとなったと記述されることからも、幕末の一般具足は粗末な作りだったと見られる。次ノ巻の四の記述では、 完成6年、明珍家の店の話として、太平の世に甲冑を新調する武士は、珍しいと書かれており、かなり凝った下手のもので百両もすることが、記述されている。需要が減り出した近世から甲冑師は、本業以外にも、その技術を工芸品に活かして、自己の技術力の高さをアピールしていた。このほか、製作した具足の丈夫さをアピールするために、 試し指導という行為も行われていた。古徹のように、投降に転職したと考えられる、単野氏も現れている。短期間になるが、幕末になると、甲冑の需要は一転して、再び増えることとなる。その原因として、黒船来航があり、異国船の脅威と上位運動の影響から、武具の必要性が見直されたことによる。このことは、無駄高圧の武者修行の記録。 諸国巡る歴日録の開園6年11月12、13日上にも、伺え、黒船騒ぎ以来、武具の値上がりが起こり、京都諸次第の寄り木である、大野大之助という人物が、自分の甲冑は今なら、約50両もするだろうと、得意げに無駄に語った記述からもわかる。また、無駄は、 高崎屋という部屋で川道を注文して送らせたが、修行用防具の川道ですら代金は一両もかかったと記している。結果的には、明治時代を迎えると需要がなくなった、甲冑師の多くはその技術を本格的に工芸品一筋に活かし、海外に対して日本の加工技術の高さを示す役割を果たした。現在、かっ師で人間国宝になった人物として、 マキタサブロがいる。現代では、西洋甲冑を制作する甲冑師も現れ、例として、三浦権利がおり、弟の三浦広報も日本甲冑師の重鎮として知られる。4世紀から600年の間、中世に入るまで生産の中心は近畿であったため、中世前期では、東国より西国の記述が目立つ。ただし、東国の影響で栄えた場合もある。 例として、鎌倉前期では、幕府によって、六原短大が置かれたことから、この辺りは、武士の居住地となり、以降、武士を相手とする、七条鎧行といった、手工業も集中する。厳密には、伝統的な古式甲冑士の場合、下手の家と呼ばれ、株とその盾の部分を作り、下手の家に収めていたのが、靴和丹屋などから分かれた、下地の家である。明鎮派ですら、 戦国期当時では、甲冑師としてより、下地師として認識されていたとみられ、江戸初期から甲冑師と認識されていた。甲冑師が、自らの銘を刻むようになったのは、室町末期からであり、春田派が兜も、自ら鍛えたことから銘を切るようになり、明鎮、佐乙女派もこれに習って、鉄地に銘を切るようになった経緯がある。東高と比較した場合、 甲冑チ氏に関する伝説や神話は全くと言っていいほど少ない。神話上において刀剣を制作する単野氏や神秘的で冷静のある刀剣が登場するが、木、木には甲冑を制作する工人に関する記述がなされていない。刀剣と比べ大量の資源を用いるため生産に限度があり、早くから中央政権派の管理に置かれた。地方神話で山と岳が統制のり。 武蔵国秩父の武功山の神に武具甲冑を奉納し、戦勝祈願を行ったことが武功山の由来であるとするものがあるが、これも工人側に関する記述はない。律令時代に入って工作として記述されるようになったが、個人名はまだ出ない。また、神秘的な甲冑が登場するようになったのは平安時代中期以降であり、弓矢の効力を防ぐとされた平井や、 唐川が記録されているが、制作した側がスポットを浴びることはなく、かっちの一族として、著名な明晋家の伝承においても、初代は平安時代末期の人物ということになっている。かっちが本格的に脚光を浴びるようになったのは、戦国時代に突入してからである。平屋の場合、その伝説上、琵琶湖の竜宮の王から賜ったとされる設定を、 引用するのであれば、制作者は、琵琶湖の達と一族、すなわち人外によるものということになる。ありがとうございます。